任務開始します。ここが私の記憶の中。ここは普通運院。君が1475年の時に住んでいた場所で、今遡れる一番古い記憶だ。人の記憶を覗くのはあんまり感心できないですね、大主教。釣れないね。君を助けようと思ってきたんだよ。記憶を遡るのは危険でね。万が一君が自分の意識にとらわれて外に手引きする人がいなかったら大変だ。それでどうしてここに送ったのです？記憶は段階的にしか遡れない。今僕たちが入れるのは君にとって印象深い記憶だけだ。どうやら表層の記憶は500年前に遡るのが限界のようだ。深層の記憶に行くには君の記憶を呼び起こす手がかりを見つけないとね。記憶を呼び起こす手がかりですか。とりあえずはその導管を探ってみてくれ。少し休みますか。静かな時ほど危険なものです。すでに見ました。あるのは一般的な生活用品だけで、手がかりとなるようなものはありません。君の精神の波長にも変化はないようだ。僕たちの探しているものはここにはないみたいだね。ですから忘れたと言ったじゃないですか。もっと人間の記憶を信じなさい。今は思い出せなくても、それは確かに脳内に眠っているのだ。そこの外を見てみようか。ただ急いだ方がいいぞ。記憶にとどまるのは大脳に悪影響を及ぼすからね。30分が限度だよ。そんなに重要なことをどうして最初に言わないのですか。心配するな。君の安全は僕がちゃんと保証するよ。さっさと片付けてしまいましょう。
静かにしてください。任務完了です。任務開始します。今度はどこに来たのです？ここは記憶の断層。君に忘れ去られた記憶の中だ。記憶の真相に行くのに必ず通る道だ。ここも私の記憶の一部ですか？そうだ。形と中身を失い心象世界となった記憶だがな。それにしてもこれだけ孤独な記憶の断層は初めて見るよ。君の人生は本に変わり映えがしないのだね。あの泥人形について他に覚えていることはないか？思い出しました。あれはジョカさんが作ジョカ神州の伝説に登場する天地を開きあらゆるものを作ったとされる大地の母だが、その実は君と同じ前の文明の生存者だ。はい。それならジョカが球体と関係があるのもうなずける。実に面白い。人は科学で説明できないものを魔法や戦術と崇める。だが実は人の理解を凌駕した。
あまあでしたね。任務開始します。どうやらここはさらに深い記憶の中のようですね。今はいつですか？具体的な年月までは割り出せないようだ。どうやら僕たちは歴史にも残っていない大昔に来たようだよ。そんなに昔のことですか？早くジョカを見つけた方がいい。ジョカが泥人形と関係があるとしたら彼女もここにいるはずだ。口ほどにもない。ジョカさん、信じられぬ。そちがもたもたするとは。早く洞窟に入るぞよ。日が暮れる前にあれを持って帰らねば。はい。この子がジョカなのか。ジョカさんと話せる。記憶の中の人には私が見えるのですか？そうだよ。君は当事者の視点から記憶を遡っているからね。記憶の中の人は君が見えるし、君と話すこともできる。ただ僕たちは記憶の観客に過ぎない。記憶の成り行きを変えることはできないよ。私は過去に溺れるような人ではないですよ。ジョカの後について事の成り行きを見よう。記憶の細部に注意するように。球体の手がかりを見落とすなよ。静かな時ほど危険なものです。ジョカ氏、遥かなる昔に存在した創造の女神、美しくも強い少女。これでは見た目についての描写が大まかすぎるか。ジョカさん、何をしているのですか？わからぬか。神話を作ってるぞよ。まったく、さっきの戦いで少しひらめいたのに、そちのせいで亡くなったぞよ。神話ですか？我が調べた限り、この起源の人類は皆己が特別な何かによって作られた存在であると考えているようなのでな。この時代には
まだ歴史の概念もありませんし、人々は想像するしかないのですから、そう思うのも無理はありませんね。だから人々は簡単に謎めいた物語を信じるぞよ。それを広めるのも好きぞよ。確かにこの時代の人々は神話や伝説に特別な信仰心を抱いているようです。でもジョカさんの名前と見た目を伝える意味はありますか？これはただの形式ぞよ。我の目的は神話を通して我らの崩壊に対抗する知識を未来に残すことぞよ。それは前の文明の知識のことを指しているのでしょうか？ほう、面白い。確かに世界のどこを見ても古代の人々は神話から科学と社会の発展を学んでいる。炎や雷など自然現象に対する理解もまた神話からだ。物理や科学、社会学など難しい理論を直接教えるよりも神話に仕立てた方がこの時代の人々に受け入れられやすいかもしれませんね。そうぞよ。美少女の伝説にして知識を伝えるぞよ。そのためにこの洞窟にある秘宝が必要ぞよ。ジョカさん、これが秘宝ですか？ただの粘土鉱物にしか見えませんが。ただの粘土鉱物ではない。ここの粘土が加工にも弾力にも優れた一級品であるのが分からぬのか。いえ、これと神話作りとの関係がわからないのです。ここの粘土を使って泥人形を作るぞよ。
この泥人形のモデルは誰でしょうか。我に感謝するぞよ。これはソチを美化し姿ぞよ。天真爛漫で可愛くも時たま見せる大人びいた設定ぞよ。必ず流行るぞよ。髪色は情熱の赤にするぞよ。想像するだけで魅了されそうだぞよ。個人的な趣味を無理やり人に押し付けないでください。それとソチのかわいそうな体型、ついでに少し魅力的に変えたぞよ。ジョカさん、その発言はセクハラに当たりますよ。楽しそうだね。黙れ。精鋭の姿がこれなら必ず後世に広まるぞよ。ソチも努力してこの方向に成長するぞよ。はありがとうございます。やはりここの粘土は泥人形に適しているぞよ。我は奥の方を見てくる。ソチはクワでここいらの粘土を掘り起こせ。人使いが荒いですね。一応言っておくが、球体の手がかりが一つも見つかっていないぞ。意味のないことに時間を費やさないでくれ。分かっています。ジョカさん、一つお聞きしたいのですが、液体玉鋼を使って作られた量子コンピューターのことは覚えていますか。やはりここの粘土は泥人形に適しているぞよ。我は奥の方を見てくる。ソチはクワでここいらの粘土を掘り起こせ。あれ、さっきと同じ答えが返ってきましたね。順番通りに追わないと記憶を遡れないようだね。仕方がない、彼女の言う通りにしよう。それにしても本物のジョカは伝説上の姿と全く違うね。ただのいたずら好きな女の子ですね。思い出しました。ジョカさんはアニメや漫画などがとても好きでした。ですがこの期限にはアニメも漫画もないので、ジョカさんは毎日生気を失ったようにボケっと石を見ていましたね。懐かしい。君たちは仲が良かったようだね。だがあまり入れ込まないことだ。ここは君の記憶の中。君は今装置の力を借りて映像を見ているだけで、ここを出たら君はここで起こったことを忘れる。夢を見ていたようにね。そんな話聞いてませんよ。過去に溺れないと言ったのは君だぞ。言われなくても分かってます。少し休みますか。
慌ててどうしたのです？我はもう少し洞窟の奥が見たいぞよ。だが中に奇妙な奴がおるぞよ。敵でしょうか？ジョカさんは安全なところに隠れていてください。片付けてきます。任務完了です。任務開始します。倒しがいのあるやつが現れましたね。任務開始します。さっさと片付けてしまいましょう。ここなら安全でしょう。ジョカさん、
怪我はありませんか？間に合ってよかったぞよ。まさか洞窟が崩れるとはな。我が苦労して見つけた粘土鉱が。あなたが無事でよかった。人形の材料ならまた他を探せばいいですよ。あ、どうしました？我がさっき作った泥人形がないぞよ。逃げる最中に落としたのか？いやだ、我はあれが好きなのだ。ジョカさん、安心してください。それならここにありますよ。拾っておきました。その人形がとてもお気に入りのようですね。うむ、これは精鋭の人形だからな。え？精鋭は頼りになるし、かっこいいぞよ。近寄りがたいが、誰よりも我ら姉妹に優しい。ソチはいいやつぞよ。だからソチのことを後世に伝え、みんなに好きになってほしいぞよ。ジョカさん、でもソチの顔では難しいと思うのでな。我の二次設定でいこう。決まりぞよ。おい、静かな時ほど危険なものです。ジョカは美しい少女だった。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花。はあ、また自分の見た目について書いているのですか？見た目の描写は重要ぞよ。人はみんな美しい物事に興味を惹かれるぞよ。主人公が美少女ならその物語は語り継がれるぞよ。私は物語の中身の方が重要だと思いますが。そっちは分かってないぞよ。動物、武器、乗り物、何にせよ美少女に書けば人気が出るぞよ。これはとても簡単な道理さよ。それに我と姉上はとても似ている。詳しく書いておかないとわからなくなるぞよ。ふっきさん、どうしたせい？顔色がすごく悪いぞよ。先駆者復帰？これだ。君の記憶に新しい反応があったぞ。これで次の記憶に行ける。待ってください。まだ聞きたいことが。窮地に会えた君の気持ちはわかるが、今は球体以外に咲く時間はやれないよ。次の記憶はすでに開かれた。行くぞ。少し休みますか？任務完了です。
任務開始します。僕の聞き間違いでなければ、ジョカが言っていたのは創造の神と並び称される洞察の神復帰君のお友達はすごい人が多く思い出しました。復帰さんはジョカさんの姉です。見た目はとても似ていますが、性格。少し休みますか。さっさと片付けてしまいましょう。思い出しました。復帰さんはジョカさんの姉です。見た目はとても似ていますが、性格は全く違います。復帰さんはあまり笑いません。静かな時ほど危険なものです。常人を凌駕する英知を持っています。素晴らしい。目標に一歩ずつ近づいているようだ。慎重に行きましょう。まあまあでしたね。任務開始します。無事に次の記憶にたどり着いたよ。時間からしてさっきの記憶の少し後のことのようだが、場所がかなり離れたな。ここは南シナ海の沿岸だと思います。復帰さんとここに来たことがあります。球体の一つを封印するために。それなら早くこの記憶を追っていこう。もうすぐ球体の居場所がわかるかもしれないぞ。少し休みますか。雑魚です。復帰さん、ここで
何をしているのですか？せい、いいところに来たぞ。この貝殻が入った袋が重くてな、我には持てぬ。私が持ちましょう。重い。こんなに貝殻を集めて何に使うのですか？この起源の人々がこの貝殻を通貨として使い始めていてな、我の推測ではこの原始的な通貨はこれからさらに普及し根も張るようになるぞ。なるほど。この起源の人々に貝殻を配り経済システムの形成を促すのですね。いや、お金は己のために残す。分かりきったことではないか。え？あなたは人類の文明の先駆者ですよね。冗談ぞ。貝殻は流通させるつもりぞ。だが、市場に影響を及ばさぬ程度に富を蓄えるのも過ぎたことではなかろう。思い出しました。この人はお金のことに関してはとても敏感でした。そちには社会経験がないのだろうな。ゆえにお金がある幸せがわからぬのだな。さっさと片付けてしまいましょう。慎重に行きましょう。南シナ海に来たのは貝殻を拾うためではないですよね。正確には貝殻だけのためではないが、貝殻を拾うのも重要ぞ。真面目くさってそんなこと言わないでください。もちろん他の目的もあるぞ。一つは地質の考察ぞ。土はいろいろと教えてくれるぞ。例えばここの過去と未来について。未来？やはり我の推測と同じぞ。ここは良いところぞ。豊かな水源と快適な気候。一番重要なのは
ここは海に面している。海を渡ってやってくる異国の者が文化と知識を持ってくるであろうぞ。予定より早くこの起源の人々をこの地に移しますか？いや、歴史の発展にはそれの道なりがある。我らは少しだけその背中を押せばよい。それの進む方向を変えてはならぬ。ここの環境は原始部族にはそぐわぬが、文明が発展すればいずれ人々がここに根付くであろう。定住する人々はますます増え、彼らはここを都市、交通と貿易の中心にするであろう。今はただの荒れ地でも、ここの価値は計り知れぬぞ。貝殻よりもずっといい値になるぞ。それが私と何の関係が？私たちの使命はこの世界を守ること、生活を謳歌することではないでしょう。せいよ、我とジョカはいずれ老いるが、ソチは違う。ソチの得意体質はソチに永遠の若さをもたらす。ソチは長い長い時の中で一人でこの世界を守らねばならぬやもしれぬぞ。わかっています。怖くはありませんよ。いや、そういう意味ではないぞ。数世紀分の生活にいくらかかるか知っているか？インフレやデフレの問題もあるぞ。今のうちに準備せずに、ソチはどうやって生きていくつもりだ？わかりました。ありがとうございます。わかればよい。ともかくソチはしかとここを守れ。よし、最後のように取り掛かるとしようぞ。静かな時、任務完了です。任務開始します。少し厄介ですね。静かな時ほど危険なものです。Hey!
ここでよかろう。あれをここに埋めるぞ。この球体は？やっと現れたか。間違いない、それこそが僕たちが探している球体だ。これはシェルターの端末ぞ。前の文明の科学技術が全てこの小さな金属の球体に入っているぞ。それらは崩壊を滅ぼす希望だが、この起源の人類に託すわけにはいかぬ。今の人々には前衛すぎる知識だからですね。それだけではないぞ。人は己の理解を超えたものを見ると未来に恐怖を抱く。それでは間違った方向に導き、深淵に落ちることになるやもしれぬ。我は考え抜いた末、全ての球体を封印することに決めた。永遠に封印するわけではないぞ。わかりました。だから遥か未来まで人が踏み入れない土地を探したのですね。高度に発達した文明でしか到達できない地に球体を置くために。さすがは精鋭よ。すぐに分かったか。いずれ人類がこれらの知識を扱える日が来れば、我らが残した遺産も人類の呼びかけに応じるであろうぞ。我はその時が来るのを信じておるぞ。それが我の職責、我の見たい未来ぞ。あとはその時が来るまでここを崩壊から守れば。それは私に任せてください。これが最後の端末ぞ。念のために端末の封印場所をこの巻物にまとめたぞ。精鋭よ、我らは文明の先駆者に過ぎぬ。人類が己の力で歴史の試練に耐え、ここまで来れぬのなら、たとえ知識があろうとも悲劇の繰り返しになるだけぞ。それゆえ、そちは根気強く待て。人類がその力を持つ日を、そちは一人で長い間待たねばならぬやもしれん。すまない、そち一人に押し付けてしまって。気にしないでください、復帰さん。これは私の責務です。私たちが望む未来です。少し休み、まあまあでしたね。任務開始します。雑魚ですね。ここを離れたら、私はここで起きたことを本当に忘れるのですか。残念ながら友よ、君に嘘はつけない。私は巻物をなくし、球体の位置すら忘れてしまったことをとても悔やんでいます。僕たちは自然の摂理には抗えない。どんなに鮮烈な記憶でも数千年が経てば薄れるよ。
この虚無の断層こそが本来あるべき姿なんだ。君が五条にも記憶のかけらを残したからこそ、僕たちはこうしてここまで遡ってこれた。さっさと片付けてしまいましょう。任務開始します。私には聞こえるぞ、疲れ切ったお前の魂の声が。お前は解放を望んでいる、孤独な宿命からの解放を。お前が慣れ親しんだ名は一つ。二人との約束がある。
私にはまだやらなければならないことが、いや、忘れてなんかいない。私は彼女たちと共に戦った。そのことは覚えている。彼女たちはこの世界を守りたいという願いも覚えている。私は一人ではない。彼女たちの意志が私と共にいてくれる。今ここに立っている私が、まあまあでしたね。